そうな放題だね。起動はしてないか。いろいろと動き出したみたいだな。無事会えたわね。行きましょう。なあジャック。なんだ過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。出てきたか。振りかかるキノコは払おう。手応えありだな。尻になる。俺たちの故郷はこことは違う場所。ハオスを倒して光の戦士になるこの世界にやってきた。この仕事は頭の中で。さて宝箱か。上の階に戻ろう。さてと。とどろけ。さすがに一筋縄じゃいかないわね。黙らせてあげましょう。問題ない。さてと、健康だ。耐えられるかしら。ソフィア、大丈夫？警戒した方がいい。これで行く。やられた。レオ、待ってろ。探索しやすくなったわね。健康だ。これで行く。俺が思い出す故郷は草しかないんだよね。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか家とか、そういうのが全然思い出せない。うちに帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ。ちょっとみんな聞いてる？切れそうだ。注意して戦おう。これで行く。相手する。ナイスだジャック。ソフィアがやられた。これで行く。Yeah!
恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなんだ。忘れていることに意味があるなら思い出すことにも意味があると思わないか。知るか。戦士になるっていう以上もっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれやクロス衣装のこと。俺は戦場に仲間を失った。生きて皆で進まないと。いや、こういう話はジャックが気にするな。やめてこう。見て、あの砲台。ここまでにあったのがおもちゃだ。終わらない。命を止める方法がある。解読した方がいいわ。あいつ、他の敵とは違う。みんな気をつけて。もう、そうどうにかしないと。ジャック、あまり効いてないみたい。ジャックに降りかかる火の手は全力で払う。敵を呼び出す気だ。すぐにぶっ壊す。一緒になってる場合？健康だ。ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。